エンジョイパチンコライフ。おはようございます、ジェフリーです。本日はですね、IGO のエピソード9ということで埼玉県越谷市にございますマックスロとジックさんの方にお邪魔しております。やっと IGO でリベンジできる機会が訪れてきましたね。もう去年この番組にずっと出たくて、いざやっと出させていただいた時にはスロットのガロですね、ガロを打って900枚ぐらいだったんですけど、井上さんにですね、井上由美子さんにあっさりと負けてしまい、まあ、チャンピオン大会に残れなかったと。前回はネオマンさんが1番手として参加して400枚っていうところなので、まずはそこを超えることを目標にして、であと3番手が高木マックスさん、多分あの人はホームランか三振かの立ち回りをすると思うので、まあ、僕はその400枚をとりあえず超えれそうな機種を選びつつ、もちろんその上の一撃を目指しながら今日は頑張ろうと思います。ではリベンジマッチ行ってきます。よし、リベンジ、 IGO リベンジ、1年ぶりですよ。おはようございます。で一応作戦は決めてはいるんだけども、かな、おばけさんです。で今日が、まあ、撮影日が2月2日っていうところで、先頭に並ばれてる方のほとんどがゾロ目の台を押さえてるんですよね。で僕このジークさんちょくちょく遊びに来るんですけど、そういう日ってゾロ目の横もそこそこ強いんですよ。だからバケを抑えたんです。やっぱりマドカマギカは無理ですよね。でね、もうこれが本当に最初ここに走ろうかなと思ったんですよ。ここ超面白いですから、こいつコントラ 3D、 あとはそのゾロ目台とかがどういう動きをしてんのかとか。よし、とりあえず燃えましょう。はい、ということで1台目はですね、化け物語76番台、こちらからスタートします。これ一応おそらく前日 AT 終了後とかにやめられてる可能性が非常に高い1台ですね。で、なぜ化け物語を、今回の IGO でチョイスしたかというとですね、まあ、比較的に軽い初当たりが取れるということで、まあ、今回実践時間、あとは投資目の上限がありますので、その条件の中でいっぱいスタートラインに立てる台をですね選びたかったんで、馬券にしてます。おお、一応廃止差ですよね、今のも。まあ早い話が AT に入れば150枚は絶対に、取れるっていうのと、万が一ボーナスを引けばもうそれで400枚はほぼほぼ超えれますんで、まあ、ちょっと前日がどういう状態でやめてるのかは、まあ、定かではないんですけど、まあ、おそらく AT 終了して近い段階でやめられてる可能性が高いと思うんですけど、で設定変更すると1から50は内部的にハイに行くんですけど、ハイの下が数回出てるので、とりあえずそれはいいことですよね。うい、行け、固まれ、ゴー。ああ、チャンス目、あーか、あー、よし、116M、 チャンス目から入りましたね。これに当たりやすいっていうのもね、この化け物語の魅力の一つなんで、ここ頑張ろう。
いいね。おお、ありがとうございます。一発目119ゲームで当たりました。これでねスタートライン立てますから。投資は250枚ですね。よし、とりあえずこの AT で400枚目指しましょう。あー終わりました。上乗せなし。はい、157枚ですね。よし、あとはここ引き戻せたらそれだけで300枚。あーレコは引けないか。あーまあまだ投資もそんなにかかってないのでしばらくはもうちょっと打ちます。このジークさんにはですね、僕よく、まあ、同じ埼玉なんで遊びに来るんですけど、まあ、この IGO の撮影の時ってそこそこ頑張ってくれてる感じはするんですよね、いつも。まあ、その各機種に1台ぐらいはあったりとか、そういう状況はまあ今まで遊びに来ててつかめてるんで、まあ早い段階で自分のにこうパッション感じないなってなったら早めに動くやも知れないです。まあその一撃を目指す番組なんで個性を積もってもっていうところではあるんですけど、やっぱりこうパスローを打つ以上は上を目指したい。よしよし、101チャンス目から本日2回目の怪獣。そして持ちコインがなくなりましたね。まだ一応まだ9枚残ってますけど。あこういうちょっと1回1回をものにできないと厳しくなるな、自利品になっちゃうんで。いやでも去年悔しかったんでね、ガロー打って900枚ぐらいで終わってしまって、本当今年は勝ちたい。ずっとあのもうリベンジさせてくれリベンジさせてくれって言ってたんですけど、いやダメだと。で 1年待ってようやくですよ。ダンスレーン、この機会はものにしたいんでね僕は。でもこうやって一撃を狙って、まあ、今打ってるわけですけど、なんか普段何も考えずに打ってて1000枚とかって意外にね出たりすることって多いんですけど、1000枚狙って打とう2000枚狙って打とう一撃でっていうのをやって打つとなかなかどうして難しいもんで、だから今回はとりあえずは一つ、まあ、目標というか壁が400枚でしょ。この400枚っていうのもまあ結構くせ者ですよ。どうだろうな、スイカはね、まあ、まだ早いゲームするので何とも言えないですけど、まあ、そこそこ落ちてくれるんですけど、まあ、1回も広角に上がった形跡がないですね。まずそして僕の左の方は最近すぐに白の名を引き、そして、右隣の方はもうお祭り状態です。500枚使っちゃいましたね。ちょっと周り見てきます。
4 1リッパーでやめられてるでしょ。944もう100ちょいのやめか、ジリ貧になってきましたね。もうちょっとサクサクっと当たるかなと思ったけど当たらん。いや、すみません、もうちょっとだけバケ打ちます。しかしまあ投資予言がですね1500枚ですかね、で今そのうちの3分の1、500枚をすでに、投資してしまっているので、まあ、ちょっと例えば750枚ぐらい投資をしてあまり動きがないようであればちょっと他に移動を考えてます。おう、まあ、今312ゲームハマってますけど、まあ、結構チャンス目とかいろいろ引いてて全く解除に入らんので、まあ、今ちょっとチャンス目を引いたんですけど、まあ、それでも当たらなかったらちょっと、移動しようかなと思います。おう、330ゲームおそらくチャンス目から解除当たりました。1回もヒロインの解除いかねえな。チャンスアップパターンもないですね全然。仕方がない。さあまずいな。海津から出てるけど多分海津レーンないんだよなこれ。コントラ 3D に行こうと思ったら先客が参ったな。なんで笑うセールスマンなんだよ。まあ、多分ゾロ目台っていうので打たれてますけど、あとはモンキーターンですかね。投資上限というのが非常にネックになるんで慎重に選ばないとね。バケは基本僕がやめた台以外はまだ満台ですね。で僕の右隣の方がもう早い段階ですぐに海津から海津連のモードに上がったりとかもしてて小役のうちも非常に良かったんで、まあ悪くはないんだろうなっていう感じはしますけど、このなんか履歴が一個一個見れるのはいいですよね。こういうちょっと面倒くさいですけど手間を惜しまなければ前日のやめゲーム数が分かるんで。あー結構このままだと地利品なんで、とりあえずモンキーターンちょっと触ります。あのほんのちょっと回されてますけど、まあまあまあこれをとりあえず128付近まで打って何もなければまた次考えます。頼むぜモンキー頑張ります。まあ、本当にまずいですよねこのままだと。僕記録154枚でしょ。いやもうすいませんね、打てるのがもうこれぐらいしか見当たらない。ホットなんだお前は。ショーベルになってほしいなこれ。よし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 、結構ギリギリまで全長。おお豪華ですよね。